こんにちは。阪急梅田本店7階ビュースガラーで、開催しております EGC セレクト展に出展していらっしゃる南進祖前さんの作品をご紹介いたします。今回リリーフの作品が出ましたね。ナンシーさんは木版画なんですけども、最近からこういう木を彫ったり、ウッドバーニングです。ウッドバーニングですね。結構彫ってから染めた和紙で貼っていく、すごい作業工程が多い作品ですね。そうですよね。こちらもナンシーさんのリリーフと木版画の木版画はすごく、モノトーンでかっこいい作品、でレリーフはすごくカラフルで、かわいい、バリエーションがたくさんあっていいですよね。もう今回ナンシーさん3カ所に展示してるんですけど、猫ちゃんのかわいい自身も撮っていらっしゃるんですね。あ、そうなんですね。ナンシーさんは静岡県出身で、こういう富士山の作品が素晴らしい。この本と金箔貼ってるのがやっぱいいですよね。版画なんだけど、箔を貼ることで一点物みたいな感じがありますよね。ナンシーさんの図書は1、2、3箇所入り口に展示しております、はい。こちらの作品のお問い合わせは阪神の箱って7階リースガローでよろしくお願いします。よろしくお願いします。